はい、これはギラファのコヒリクワガタ。正解です。別名ケイスケキバナガドコヒリクワガタ。おお。はい、次はコーカサスオオカブト。正解ですね。別名キロンオオカブト。はい、ネプチューンオオカブト。おお、その通りですね。次はグラントシロカブト。そうだね、はい、はい、次はスジフトヒラタクワガタ。あー、違うね。スジフトネブトクワガタ。違う。うん。はい、こんにちは。まーちゃんにいる前原です。はい、今日はですね、将来ね、エイシン君、昆虫博士になりたいということなので、うん、その実力はいかにということでね、なるほど、カブトムシ、クワガタムシクイズ、イエーイ。30問、うん、用意してありますので、うん、写真を用意してあります、はい、で写真を見て、これが何クワガタ、何カブトムシ、うん、当ててください、はい、はい、結構難しい、うん、難易度高いです、うん、それで今回はですね、月虫さんというところのサイトの写真を使わせていただいております、はい、月虫さんというのは月夜の昆虫クラブの略なのかな。月夜のキノコ園のスタッフの方がやってるブログのサイトなんだね。へ、だ、要はキノコだからさ、菌じゃん。あ、その菌を使ってカブトムシの幼虫を育ててんじゃない。あ、カブトムシね。そうそうそう、だからいろいろやってらっしゃるみたいで、うん、今回ね、僕の方からちょっと使わせてもらっていいですかって、うん、あのご連絡したらですね、うん、すぐお返事来て使ってくださいということで、心よくお OK いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで早速やっていきましょうか、うん、全問正解したら大したもんだ、うん、後日なんか別途商品をご用意しましょうか、はい、じゃあ早速やっていきますね。まず第1問はこちらです。こいつは、うん、スマトラオオヒラタクワガタ。おー、正解。正解です。よし、素晴らしいです。正解です。こちらは何でしょうか。シェンプリンコオクワガタ。違いますね。あ、違う。グランディスオクワガタ。違うね。違う。極めてオーソドックス。普通のオークワガタ。正解。あ、オークワガタが普通の、ね、はい、はい、こちらは何でしょうか。アトラスオークワガタ。おお、正解。早いね。いや、わかる。はい、これはギラファのコヒリクワガタ。正解です。別名ケイスケキバナガドコヒリクワガタ。おお。はい、次はコーカサスオカブト。正解ですね。別名キロンオカブト。はい、次はメタリフェルホスアカクワガタ。正解ですね。はい、じゃあ次はサビ色カブト。はい、正解です。いいね、いいね。はい、こちらです。こちらですね。アクティオンゾウカブト。うん、うん、マルスゾウカブト。うん、お、ヤヌスゾウカブト。うん、うん、あれ、こいつなんだ。ゾウカブト系ではあるよ。うん、ゾウカブト系であると分かってんけど、アクティオンじゃないの。じゃない。ヤヌスでもいいの、マルスでもない。うん、わかんないな。わかんない、うん、じゃあギブアップですか。うん、ギブアップ。こちらですね、ラミレスゾウカブト。ラミレスゾウカブトか。そうですね。はい、こちら、これすごい難しいと思う。お、なんだこいつ、初めて見たぞ。なんだこれ。じゃあもう最初からダメかな。わからない、これ。これなんとですね、毛が生えてるんだね。うわ、そもそも初めて見たんだけど、テルシテスヒメゾウカブトって言った。うわ、ゾウカブトか。テルシテスヒメゾウカブト。確かにちょっと角が2本ピッて生えてるもん、うん、あー、難しいなこれは、ね、はい、じゃあ次いきますよ。はい、こちらはこれはパプア金色クワガタ。はい、正解ですね。次はゴホンズドカブト。はい、正解ですね。はい、次はコクワガタ。違います。アカシクワガタ。正解です。はい、次はタランドゥスチアクワガタ。ん、タランドゥスチアクワガタ。まあいいのかな、タランデスオオツヤクワガタ、ね、あ、まあ、それでもいい。はい、次はニャームクワガタ。あ、そうだね、これは普通です。そう、国産のね。はい、ニジユクワガタ。はい、正解ですね。次はパラワンオオヒラタクワガタ。おー、正解正解。はい、次はヘラクレスオオカブト。はい、正解正解。はい、次はサタンオオカブト。はい、そうだね、この辺は楽勝だね。次はカブトムシ。そうだね、国産カブトムシだね。はい、次はネプチューンオオカブト。おお、その通りですね。次はグラントシロカブト。そうだね、はい、次はアクティオンゾウカブト。そうだね、これがアクティオンゾウカブト。これがアクティオン。結構横の2本のつ太いんだね。で、次はエルファスゾウカブト。はい、そうですね、そう。はい、次はスジフトヒラタクワガタ。あー、違うね。スジフトネブトクワガタ。違う。うん、でもね、ネブトクワガタで合ってる。ネブト
コアが黙ってる、うん、見たことあるんだけど名前が出てこない、うん、じゃあギブかな。ギブ。プラティオドンネブトクワガタ。あ、プラティオドンネブトクワガタか。わかるこれ。難しかった。じゃあ次ね、うん、これ、これオオクワガタ系だよね。そう、オオクワガタ系。オオクワガタ系ということはグランディスオオクワガタ。違う。シェンクリンコオオクワガタ。違う。ホペイオオクワガタ。あ、正解。ホペイオオクワガタ。よし、すごいね。よくホペイオオクワガタ出てきたね、うん、はい、次はこれ難しい。前白兜。え、前白兜。あ、違う。ヒルス白兜。あ、正解。うわ、すごい。マジで、うん、本当に知ってんの。すごい知ってるから。はい、じゃあ次。なんだこいつ、見たことない。いや、見たことあるんだよ。え、前白兜。そう、前白兜。いや、ね、横から見てるからね。横から見るとこんな感じなんだ。ちょっと意外だよね。意外。お、そうですか。結構わかるね。続いて前白兜。違う。あ、これ違う。え、これなんだ。でも白カブト系ですね。うん、白。あれ？と普通のグラントとヒルス行ったから、うん、これわかんない。わかんない、うん。これはですね、ティティウス白カブト。あ、ティティウス、ティティウス、グラントと似てるやつ。ね。はい、じゃああと残り2問になりました。はい、続いてこちらは？ヒダタクワガタ。うん、違う。さっきのこれ言ってた名前。スジブトヒラタクワガタ。正解。スジブトヒラタクワガタ。スジブト。よくわかるね。めっちゃ図鑑とか見てすっげー調べたから。そっかそっか。じゃあ最後の問題です。こちら。ディディエルシカクワガタ。素晴らしい。素晴らしいです。ということで30問終わりました。で、エイシン君答えられなかったのは5問だね。なるほど。たった5問か。最初のオオクワガタとラミレスドウカブト。うん、テルステスヒメスオオカブト、あとはプラティオドンネブトクワガタ、あとティティウスシロカブト。まあちょっとシロカブトとかスジクワガタとかね、似たようなのちょっと揃えちゃったってのもあるんだけど、非常に難しかったけど25問答えられたね。素晴らしい、素晴らしいですね。ちょっとびっくりした。もっとね、もっと答えられないと思ってたもん。何問くらいだと思う。10問くらいだと思う。なるほど。いや、全然できるよ。まだまだ勉強が必要だねなんて言おうとしたんだけど、全然大丈夫だね。うん、本当に5問か。うん、さっきのヘラクレスオオカブトなんて、この頭の角にトゲが3本あったから、うん、あれで見分けられるんだよね。2本とかだったらもうヘラクレス、ヘラクレス。本当はね、ヘラクレスの亜種も入れようかなと思ったんだよ、うん、オキシデンタリスとかリッキーとか入れようかなと思ったんだけど、やめてきました。はい、それよりもちょっと難しめにしたんだよ。なるほど。ということでですね、かっこいい写真だったでしょ、うん、ね、月虫さんの、写真を見て、わ、これ使わせてもらえたらいいなと思ってご連絡したら OK だったんで、うん、よかったね、うん、はい、見ていただいてる皆さんどれくらいよかったでしょうか。僕を回った人はすごいよ。すごいよね、うん、コメント欄で教えてくださいね。はい、はい、ということでまたやりたいね、これね。そうだね、うん、今年は昆虫館巡りもしたいしね、うん、全国昆虫館ね、うん、そうだ、昆虫館の情報もあったらぜひコメント欄で教えてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、エイシンクすげーと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、ということで今日のマーティ君ご覧ください。はい、今日のマーティ君。いやいやいや、今日のマーティ君久しぶりだね。マーティ君ね、こうやるの最近気持ちいいんだよな。なんかこうやってね、こちょこちょやるのな。だけどね、顔が来た来た。今日のマーティ君久しぶりですね。マーティ、リラ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 、あー当たられた。離せ離せ、リラ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 、あー当たられた。そういうならぬ刀剣みたいなのだ。離せすごい、ね、このね、うなりがすごいね。うわーってね、うわー、左ができないねえ、すっごいね、腕が出てる。なんか気持ちいいんだよね、待ってね。はい、ということで今日のレイシン君の昆虫クイズと、マーティ君可愛いなと思った方、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。帰ってきた。
え、じゃあチャンネル登録はこのマーティー君あたりをよろしくねということで今回以上でございます。バイバーイ。